皆さんこんにちは、神谷でございます。今日は5月の3日、今日は体育大会の日だったんですけれども、見事に、昨日の大雨で中止になりました。おそらく校庭はサバの味噌煮のようになっているかと思います。延期になりまして火曜日になりましたので、今日は普通の授業になってしまいまして、はい、学校はあるんですが、私はお弁当作りからも解放され、このように、平和に過ごしております。まあ、平和って言ってもね、明日セッションあるじゃないですか。なのですごい昨日遅くまでセッションホストの皆様にこうお付き合いいただいて、もうすごい数の、曲をちょっとリハーサルしたので、ちょっとその疲れもまだ残っているかなという感じなんですけれども、まあそんな感じで今日はですね、明日の、まあ、最後の、準備ですね。もうほぼ、まあ、発表会セッションっていうよりは、もともとこれセッションってなんか誰でも参加できるみたいなね、それがまあセッションですよね。あ、この曲、あ、これできるのでみたいな感じで、ね、なんですけど、まあ、今回というか、この私が主催するセッションはですね、私が教えている生徒さんがレッスンでやっている曲をやっぱり歌う場をちょっと提供したいっていう思いがありまして、スタートしたもんですから、まあ、なかなか普通セッションじゃやらないだろうみたいな、こんなの事前に音源と譜面がないと予習がないと無理だろうっていう曲もね結構入ってるんですね。なので事前に資料を作って、もう本当に普通にライブのようにですね、セッションホストの皆さんにはさらっといていただいて、まあ、本番を迎えるという、そういった形になっております。まあ発表会とかになると、まあ、どっか場所借りて、ね、ミュージシャンお願いしてみたいなことになると、もうエントリーフィーだけでもね何万円みたいな感じになるじゃないですか。まあ、大体ねどこの発表会でもそうじゃないですか。でなんかまあそうやってると、まあ、年に1回2回のもう採点みたいな感じになるから、まあ、もうちょっと気軽にできないかなっていうのがあって、セッションを始めたんですけれども、ちょうどこうなんかそういう演奏の機会みたいなものがあったらいいねみたいな若い、ミュージシャンの皆様もいらっしゃるので、ちょうどじゃあなんかこう経験を積むにはいいんじゃないかみたいな感じでね、お誘いしてから、なかなかこう皆さんもね意欲的で本当に真面目で、すごい取り組んでくださっているので、とてもいい雰囲気で、セッションすることができております。とても嬉しいことだなと思っております。まあそんなで明日のとりあえずセッションの準備をずっとしながらも、今日この後ですね、いよいよ昨日の聞き流しラジオでもお話しさせていただいたブラゼージャのプロモーションビデオというか、ミュージックビデオがですねついに出来上がったので、昨日ねちょっと見せていただいて、ほとんど、井上さんが編集してくださったということでですね、まあ本当にいろいろね凝ったことをなんかちょっと色つけてもらったりとか、なんかいろいろやっていただいて、すごくかっこいい、なんかセッションミュージックビデオみたいな感じになってよかったなと思うんですけれども、元くんがヒューマンビートボックスで、麻生洋平さんが、ギターを弾いてくれて、私が歌っている、そんな動画です。後でねアップロードいたしますので、どうぞお楽しみください。今日は、昔ペットで作りました、デモの中から飛行機雲を聞いていただきたいと思います。白い坂道が空まで続いていた、ゆらゆら影ろうがあの子を包む、誰も気づかずただ一人、あの子は登ってゆく、何も恐れない、舞い上がる空に憧れて、空を駆けてゆく、あの子の命は飛行機の
死ぬ前も空を見ていた。今はわからない、他の人にはわからない、あまりにも若すぎたと。お聞きいただきましたのはペットで、飛行機雲をお送りいたしました。あのユーミンさんの曲ですね。本当にこれいい曲で、あの原曲もすごい素敵なんですけれども、このたけし君のアレンジが本当に好きで、もっともっと好きになった曲ですね。はい、ですね、そんなわけでこの後私またアップロードしたり、あとですね、明日のセッションの準備がございますので、またバタバタと失礼いたします。そして明日の動画もですね、ちょっと音楽聴いてもらおうかなという感じになりますね。もうなんかいろいろとこうなんか仕事がこう本当にありがたいことにいただけるので、本当に日々楽しくやらせていただいておりまして、とても感謝しておるのですが、こう全てをこう同時進行でですねやっておりまして、ちょっとこっち何小節作ったら今度こっちみたいな感じで、ね、世の中の本当にもうミュージシャンの方どうやってなんかいろんな仕事をこなしているのかすごい気になりますよね。やっぱ一曲こう入魂してこうやるんですかね、集中して。うちの母がですね、読書が趣味で、いろんなところにいろんな本が置いてあって、それを全て同時進行で読んでいくっていう風に読んでるんですけれども、まあ、私割とそういう感じでこう制作ものとかはねやらせていただいてるんですけれども、なんかでも幸せですよね、本当に。なんかワクワクしながら、昨日撮ったタイムアフタータイムっていう曲なんですけど、シンディ・ローパーの、奥沢さんと、デュオでやらせていただいたんですが、まあそれも本当になんか素敵で、これがまた動画になるんだなって思うと本当にワクワクいたします。はい、でもなんかあれですよね、ワクワクするんだけど、撮ったはいいけど、その後の編集が大変ですもんね。本当にアコースフィアの、皆さんには本当お世話になっているんですけれども、私は何もしないでただ歌い散らかして帰ってくるみたいな、そんな感じなんですけれども、でも本当になんか昨日やってて思ったのは、本当に歌が好きな方なんですよね、奥沢さんって。もともとずっとタック&パティというギターとボーカルのご夫婦のデュオのユニットがあるんですけれども、その音楽に魅了されてからずっとそういう歌のために弾くギターをずっと弾いていたいっていう風にこう研究されて、でバークリーに行っていらした方なんですけれども、そのバークリー時代のお友達と、どうしてもちょっとこうボーカリストに出会えなくて、じゃあ、相方の方がですね、じゃあ自分がメロディーを弾いてパティになるから、あなたがタッグをやりなさいって言ってくれて、そのギターデュオが、結成されたと聞いています。
なのでなんかこう歌への思い入れっていうのがすごく強いし、あの何よりやっぱり愛してくれる感じなんですよね、もうプレイしてても。でご自分の中にちゃんと歌が鳴っていて、それに対してこうギターを弾いてるという本当に歌に寄り添うギターなんだなって、感じてですね、私も本当に、著名な、ギタリストと、たくさん、仕事をさせていただいて、どの方も本当に素晴らしいと思います。もう本当に一口にどこがどうっていう風に言うのは難しい、本当音楽なので言葉にするのはとても難しいんですけれども、誰にもないものを感じたっていうのが正直なところですね。本当に歌のためだけにギターを弾いてきた、長年そういう風にしてギターを弾いてきた人のギターってこういう風になるんだなっていう風に思いまして、常に常にギターにこう耳、あ、ボーカルに耳をこうなんか注意深くこう傾けて、それでこうギターを弾かれている、そんな感じなので、奥沢さんとの、ね、ライブも、決まりまして、今後もご一緒させていただくことがあると思いますので、その時にはぜひ皆さんにいらしていただきたいと思います。今日はこのあたりにします。ありがとうございます。